俺米津玄師のレモン聞いたことねえのに川村さんの曲で覚えたからな。あれなんだっけ、あれ欲しいね。俺じゃあ俺だからマジで聞いたことねえけど、川村さんがずーっと待ち時間歌ってるから俺それで覚えたんだぞ。米津の歌じゃねえからな、打足の歌だからな俺の中で。ちょっと川村さん電話して歌ってもらうぞ今。あ今配信してる。お前川村さんのレモンマジでおもろいからな。川村さんレモン歌ってください。マジでちょっと今配信してっかな。その BUBG で待ち時間で、あの、負けた時にその曲流してくださいって言って、4人でスクワット入って、ノラ2人のやつに、俺と川村さんが負けたら川村さん歌ってくださいって言って、それぞれにチャットで聞かせて、俺たちの退場のテーマにしてんのね、いつも。ぽいんだよ、それが。ぽいの。で、俺たちはいつもレモンで退場していくっていう。BUBG 死んだ時に、みんな、中国人相手に、レモン聞かせるっていう、もう俺たちさ嵐恋じゃねえこれで、俺が一人でケタケタ笑うっていう、川村さん真面目になってくださいっつって、で俺がケタケタ笑って逃げるっていう、そこまでが俺たちのパブジ。ちょっとごめんね川村さん見られちゃって。じゃさあれだよね、川村さんごめんね、聞かしてよレモン。夢ならば、ルルル、かっこいい、マジでかっこいいからな。ギター、ギター、ギター。よしよしよし。そう、かっこいい。かっこいい。だから、このね、レモン、すごい簡単だから。ちょっと俺も、二人で歌おうぜ。もういい？弾いて。いいよ。いや、俺はこれを覚えてもらって、俺がこう、あと純一のギターで歌いたいなって。やろう！今度やろう。これを聞いてくれと。俺もやってほしい。夢なら最高。来た。かっこいい。かっこくない？かっこよくない？かっこよくないこれ。忘れたものを取りに帰るように。古びた思い出の誇りを払う。俺の好きなとこ。戻らない。いいねいいねいいね。かっこいい。最後にあなたが教え。俺の好きなところがあるのね。言えずに隠してた暗い過去もあなたがいなきゃ。この次が好きなの。この好き。どれどれ。きっともこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっている。あの日の苦しみさえ、あの日の苦しみさえ。これ今の時ここまで歌うの。愛してたあなたと共に。これ俺たちが負けた時流れたぞ毎回。受けるこれ笑うだろこれ。雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。あ、間違えた。私の光。ありがとう。川村さんありがとう。これ覚えてくんね。ねえねえねえ。ありがとう川村さん。ありがとう。ありがとう本当にすごい感謝して、大感謝してるってかっこいいって言って。それでさ、ありがとうって。これ言っといてくれよ。ありがとう川村の兄貴、ありがとう本当に。ありがとう。ということで、もしかしてあいつ PUBG の待機画面で俺の歌流してなかったか。違うよ、違えよ、俺一視聴者として聞いてたよ兄貴、違えよ。違う、それを思いながら、ほんと違う、川村さん。だって俺ちゃんと今聞いてたじゃん。さすがだな。これやっぱ、射程の気持ち全部分かってくれるから。ほんと好きなんだよ。ほんとにこの、俺だからレモン知らなかったんだけど、俺川村さんの曲で覚えたんだから。ずーっと川村さんあれ歌ってくださいよって言って、待機時間の1分間で、しかもなんかそれ今歌歌ってるとみんな集まってきてライブみたいになるのね。中国人とかもあんなんなんなんさんだよあーみたいなこと言ってて、でなんか一緒にこうでリーンしながら川村さんの歌を世界ワールドワイドでリーンしながら聴いてたんだぞ。
笑い止まらんかった俺あの時。